の転勤で夏休みの間に横須賀に引っ越してきた。友達とのさよならも初めてだったし、ここでうまくやれるかわからないし、私この街で頑張らないと。この景色を見るのは初めてのようだね。この港はね、軍港なんだ。深い歴史があってね。でも穏やかだと思わないかい？不思議な町なんだ。私この町を好きになれるかな。さあどうかな。でもここにはきっと君の知らない魅力がたくさんあると思うんだ。例えばさ、日本は今でこそ世界有数の技術立国ってことになってるけど、実はそのきっかけになったのがここ横須賀なんだ。全ては江戸時代のあの事件から始まったのさ。江戸時代？1853年、アメリカのペリー提督率いる4隻の黒船が開国を求め、浦賀沖に現れます。ペリーの艦隊は1852年11月にアメリカノーフォークを出港、大西洋を渡りインド洋を通過してシンガポール、香港、上海と渡り、いよいよ1853年7月浦賀沖に到着します。実に7ヶ月に及ぶ航海となりました。アメリカ合衆国大統領からの親書を携え、久里浜の海岸に上陸したペリーは日本を世界へと導くための火付け役となります。その翌年の1854年、アメリカとの日米和親条約に調印し、215年間に及ぶ鎖国といわれる時代から開国への道を開くことになったのです。日本が幕末という時代に入ると、この横須賀で一人の日本人とあるフランス人が大活躍することになるんだ。日本人とフランス人？そう。開国して外国との交流が始まったわけなんだけど、世界を知れば知るほど日本は世界にだいぶ遅れを取っているってことを知るんだ。そこで活躍するのがその日本人なのさ。もう一人のフランス人はその功績が称えられて、このベルニー公園の名前の由来にもなっているんだ。ベルニーさん？この二人がいなければ日本の近代化はさらに遅れを取っていたかもしれないね。1860年、その男小栗上野介忠正は幕府の憲兵使節団として太平洋を渡り、日米修好通商条約締結に力を発揮します。小栗は渡米中の視察で、あらゆる部品を一から作り上げ組み立てることができるワシントン海軍造船所の姿に感銘を受け、日本の近代化を夢見て一本のネジを土産に持ち帰ります。一本のネジに未来を思い描き、アメリカから帰国した小栗は幕府の軍事力や経済力の弱さを痛感。国力増強のために近代的な造船所建設の必要性を説くようになるのです。外国奉行や勘定奉行を歴任し、身をもってその重要性を感じていた小栗は、建設に懐疑的な勝海舟ら反対派の意見を押しのけ計画を決断。
近代的な造船所の建設に向け外国の力を必要とした小国は、アメリカが南北戦争の最中であったため、アジア進出を目論むフランス政府の協力を取り付けます。その責任者として来日したのがフランス人技師フランソワ・レオンス・ベルニーでした。小栗とベルニーは造船所の建設にふさわしい場所をさまざまな側面から調査し、その結果横須賀港への整備を決定。軍港に最適な水深のあるリアス式海岸のような地形が決め手となり、人種の壁を乗り越えて造船所建設への第一歩を踏み出したのです。小栗幸助之助とベルニー、その後この二人の尽力が横須賀の発展や日本の近代化に大きな影響を与えることになるのです。1865年、いよいよ横須賀製鉄所と名付けられた造船所の建設が始まります。時代は大政奉還により江戸幕府から明治政府へと移りますが、その重要性が理解され、建設は無事中断することなく引き継がれました。1871年、船の修理を行う国内初のドライドックが完成。ついに最新の造船所が横須賀に誕生します。港内には蒸気の力でハンマーを上下させ、その重さで金属を加工するオランダ製のスチームハンマーを導入するなど、日本で初めての近代的な総合工場となりました。27歳にして一大プロジェクトの責任者となったベルニーは、日本での建設のためにフランスで必要な機材と優秀な技術者の確保に奔走します。折しも41歳で生涯を終えた小栗の命を継ぎ、異国の造船所建設に力を注いだのです。若き27歳のフランス人に不安を抱いていた日本側も、ベルニーのそんな姿に感動し信頼を深めていったのかもしれません。ベルニーがフランスから呼び寄せた技術者の指導により建設は順調に進みます。造船所の他にもフランス人宿舎や教会、学校、役人の官舎などに加え、日本初の時計台を備えた製鋼所など最新技術を生み出すさまざまな工場も建設されます。2014年にユネスコ世界遺産に登録された群馬県富岡製糸場の建物にもその技術は生かされ、木骨レンガ像やトラス工法という横須賀からの建築技術によって建設されました。日本最初の洋式灯台となる観音崎灯台はベルニーの設計。2度の震災で倒壊し、現在は3代目の灯台が東京湾の道しるべとなっています。ベルニーは日本人技術者の養成にも力を入れます。教育の必要性を進言したベルニーは、工場内に技術者養成学校校舎を開設します。そこでは造船学をはじめ、微分・積分・建築学などさまざまな学問が教えられました。校舎の開設にあたり、ベルニーは自身も卒業したフランス最高学府の一つエコール・ポリテクニークの教育内容を取り入れ、高水準の教育を行いました。校長も務めたベルニーの元からは、後に全国で近代工業を発展させる多くの優秀な人材が送り出されました。小栗が発案し、ベルニーが実現した横須賀製鉄所は、横須賀村を活気ある町に変え、近代日本の発展に重要な役割を果たす場所となっていったのです。どうしてベルニーさんは日本のためにそんなに頑張れたんだろう。さあどうだろうね。きっと小栗との約束があったんじゃないかな。私、人のためにそんなに一生懸命なれないな。ベルニーにも家族がいたしね。小栗のこともきっとファミリーのように思っていてくれたのかもしれないね。
知らない土地で何かを成し遂げようと頑張ったんだよ。そのおかげだね。時が経って今度は君が家族とここで新しい生活を始めるわけだ。横須賀製鉄所は横須賀造船所と名を変え、1884年、東洋一の規模を誇る全長 156.5 メートルの2号ドックが完成。時を同じくして海軍の施設や軍人を取り仕切る鎮守府が横浜から横須賀に移転、横須賀鎮守府が設置されます。そのため人や物資を運ぶための鉄道が必要となり、1889年に横須賀線が開通。横浜や東京との交通が格段に便利になりました。横須賀造船所も横須賀鎮守府直轄の施設となり、1903年には横須賀海軍工廠と名称を改めます。この頃にはすでに1万人以上の工員を要する海軍工廠として発展。横須賀は徐々に軍港の町としての歴史を歩み始めます。その後着実に造船技術を向上させていき、1905年には国産初にして当時世界最大級の戦艦薩摩を建造。横須賀港を狭く感じさせるほどの1万8000トンを超える戦艦の完成でした。1906年には第二仙台にガントリークレーンの設置工事が始まり、世界に引けを取らない大型艦の建造が短期間で行えるようになります。艦船の国産製造は日本の近代化そのものとなり、この技術革新はこの後待ち受ける大戦を戦う上での重要な基盤となりました。後に日本海軍の指揮官東郷平八郎は横須賀製鉄所の建設を唱えた小栗浩介之助の子孫を探し出し、日露戦争の日本海海戦での勝利は小栗さんが横須賀製鉄所を日本のために作っておいてくれたおかげですと述べ、感謝の言葉を残しています。1945年終戦を迎えると、横須賀製鉄所から始まった多くの施設は米軍基地として運用され、日本人も多く働くようになります。近隣のドブ板通り商店街は日本とアメリカの文化が融合された観光地として活気があふれ、艦船が浮かぶ港の風景とともに現在の横須賀を代表する場所として今日に至っています。なんとなくだけど、この町が少し分かった気がする。横須賀はね、二つの顔を持つ町なんだ。二つの顔？そう。例えば、住宅地の多い山側と商業地の海側、軍港と豊かな自然、一つの町でもいろんな顔があるんだよ。いろんな顔か。人間も一緒だよ。君の心の中にだっていろんな君がいるだろ。それでいいんじゃないかな。全部君だ。あれ、ちょっとおじさん。横須賀製鉄所の開設に始まり、時代とともに日本の近代化を支えリードしてきた横須賀の町。その背景から国内では横須賀発祥といえる日常的なものが多く存在します。長さの単位として一般的なメートル法は製鉄所建設にあたりフランスからの影響を受けたもの。またおよそ130人ものフランス人技術者や医師、教師が勤務した影響により、月給制や日曜休日制、近代式簿記、
労務管理、健康管理など多くの雇用制度が横須賀から全国に波及していきました。技術革新の足跡も多く、海軍時代に発展した飛行機技術は戦後の航空技術や自動車産業にも大きな影響を与えます。高度成長期には日産自動車が生産工場の操業を開始、浦賀ドックでは住友重機械工業が事業を展開してきました。現代においても時代を動かす最新の研究機関が進出し、イノベーションの歴史が脈々と継承されています。横須賀市光の丘に建設された YRP 横須賀リサーチパークには50を超える研究機関が開発拠点を置き、最先端の研究が行われています。 YRP はここで研究開発された技術が数多く生かされていることから携帯電話発祥の地と言われており、横須賀は現在も時代を動かす新しい技術の発信源となっています。横須賀製鉄所の先駆けとなった1号ドックは今もなお米海軍横須賀基地の中に残っており、艦船の修理に活用されています。さくら、ご飯よ。はい。近代日本のルーツ、横須賀製鉄所から始まった横須賀市の発展の歴史。横須賀市は常に新しい時代の先駆けとなる道を歩んできました。そして今、近代日本の礎を築き、ものづくりと技術を支えてきた先人たちの志を受け継ぎながら、豊かな郷土で育まれた歴史、文化を未来に向けつなげていきます。時代ごと人々が感じてきた潮風とそこに降り注ぐ光とともに、横須賀市はこれからも新しい日本を築く先駆者として歩んでいきます。